68番です。トムソンの実験は水平投射と同じですね。X 軸方向には等速運動をします。それから Y 軸方向、この場合は電子がプラスの極場に引かれます。上向きに引かれますから、Y 軸方向には等加速度運動をします。だから水平投射下へ落ちていく形の上向きバージョンになります。X 軸方向には等速、Y 軸方向には等加速。別々に解きましょう。1番です。電子が通り抜ける時間、ここからここへ行く時間の横方向を考えましょう。等速ですから、X イコール VT という式に代入します。横方向の距離は L です。速度は V0、いつまでも右向きには V0 です。時間がわかりません。したがって時間は V0 分の L 秒となります。2番です。加速度を求めましょう。加速というのは、ここにいる電子はこのプラス極板に引かれます。この力は F イコール QE ですね。電気量がマイナス E ですから大きさは E、それから電波の強さが傾きがラージ E ですから QE、F イコール QE の力を受けています。重力はこの M が小さいので無視します。この力を受けて加速します。上向きに加速。2番は運動方程式に代入して A を求めましょう。電子の質量 mkg、加速分かりません。力は QE です。したがって加速度は M 分の EE となります。3番です。電子を通り抜けた点での Y 座標を求めましょう。これを求めましょう。ここからここまでは V0 分の L 秒です。その間、上向きに等加速度運動をしています。Y イコール V0T プラス2分の 1AT 次乗。Y 方向には等加速度運動の距離の式を使いましょう。この Y は初速、Y 方向の初速は0ですから、0かける V0 分の L プラス2分の 1Y 方向の加速度は今求めました。で、時間の2乗、V0 分の L の次乗ですから、2MV0 次乗分の EEL 次乗となります。最後、4番です。飛び出す、点 P で飛び出す時の軌道、この方向ですね。この方向と X 軸がなす角のタンジェントを求めましょう。これ分のこれです。ここで飛び出す時の速度というのは、X 方向の速度成分。これは V0 のままです。Y 方向の速度はこれなんですが、この2つを合成したら、斜め方向、飛び出す方向の速度が分かります。これは VY ですが、等加速度運動の V の式、V0 プラス AT で求まります。代入すると、VY イコール、Y 方向の初速は0ですから、0プラス加速が M 分の EE、時間は V0 分の L、これが VY です。したがってタンジェントシーターは赤分の緑、赤は V0、緑は MV0 分の EEL イコール MV02 乗分の EEL と求まります。